はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、子育て、そして小学校受験にも一部共通するところもあるかもしれません。子供をたくましく育てるにはどうしたらいいかです。それでは西荻フレンドリースクール室長、今野由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうでしょうかね、子供をたくましくね。永遠のテーマかもしれない。そう、永遠のテーマだと思うんですよ。やっぱり子供をたくましくすることが、子供にとってすごく幸せなことっていうか、それはね、人生そんなにさ、ずっと悩まずに楽しく嫌なこともなくっていう、まあそういう暮らしって絶対できないですからね。やっぱりいろいろね、困ったこと、嫌なこと、やりたくないこと、悲しいことあると思うんですけど、まあ、そこ乗り越える力ですよね。あの目にあったりもするかもしれないけれども、でも親が一番子育ての中でしてあげなきゃいけないことっていうのは、そういう、こう世の中がよちゃんと生きていけるたくましさっていうか、それを育てることが必要なんじゃないかと思いますね、はい、でそのたくましく育てるためっていう考えると、それっていきなり たくましくなるわけじゃないし、あの小刻みにたくましくしていくわけじゃなくて、大きく、まあ、私なんかずっと見てて、たくましく育てるためには3段階あるなと思ってるんですよ。3段階、はい、でまず第1段階 のアプローチっていうのは、だいたい2、3、4、5、6、7、じゃあ幼児期から児童期の入り口にかけて、入り口までが第1段階で、そのたくましさっていうんですかね、まあ何でもかんでも手を貸しちゃったりとか、かわいそうだとかなんだとかって言って、こう子供に寄り添っちゃう、寄り添いすぎるっていうんですかね。でそういうことなく、やっぱりこうちゃんとやらなきゃいけないことはきちんとやるとか、そういうこう、まあ、嫌なことがあっても乗り越えていくっていう、まあそんなちっちゃい時だからね、7歳までで嫌なことなんてそんな大きいわけないんですよね。そうですね、大人になってからの挫折と比べればね、そう、挫折と比べたら全然、もう可愛いものだから、そういう時からしっかりそのたくましさをね、親から教えてもらい、乗り越え方を教えてもらい、そういうことをこのこの時期に、まあ、よく小学校受験なんかもそうですけど、誰しも勉強なんかやりたくないし、人の前でも発表したくないしっていうことをこう乗り越えていく、はい、辛いこと、まあね、幼児で勉強するのは辛いけれども、そんなにすごいこと勉強してるわけじゃないし、それをこう、身につけて、はい、まあうちの場合だとみんな私学とかに入っていって、行った後、今度その幼児で身につけたたくましさっていうのを今度小学校でこう使っていく、そう、せっかく親から身につけた、その身につけてもらったたくましさを小学校で使っていくと、はい、で第二段階なんですかね。そう、でその第二段階っていうのがどこかっていうと、小学校終わるわけじゃなくて、そのよく私が言っている10歳の壁、はいはい、これが第二段階の、自分にはどうしようもできない、まあ、感情ですかね。じゃあ小3、小4、小5あたりの不安定な時期ですね。そう3年に始まって、それを今度はどうやって切り抜いていけるか、今までは親がアドバイスして、なんとか親子で乗り越えていったけど、10歳でね、親子で乗り越えるってことはなかなか不可能なので、自分がなんとかこう折り合いつけながら、そのイライラを乗り越えて、まあ大人の感情になっていくんだと思うんですよ、はい、でそれを10歳の壁を乗り越えていくと、またこう新たな成長っていうのができてくる、今度はそれを使ってちょうど中学高校生活に入っていくと、で児童期にこうしっかりたくましさを身につけた子どもは、今度は中学高校生活で
迎える新たなこう試練にもまたたくましく乗り越えていくみたいですね、はい、でそれは全く幼児の時のように一人で親が一緒になってね、頑張っていこうねとか、やればできるよとか、今できなくたってね、なんか言いながら、なんとか、親子で、乗り越えてね、全面的に親がやってる。でも、中高になったら、もうそうやるとうざいとか、疎ましいとかって思われるから、それは、親も少しはね、乗り越える手助けはしていくけれども、ほとんど、まあ、人間の完成に間近になるから自分でその乗り越えていくと、うんうん、もう困った時の相談相手ぐらいに落としてあげるというか、そう、うん、それが中高生が、はい、まあ子供との関ね、うんうん、自分も成長していくわけだから、当然お友達たちも成長していく、そうですね、みんな同じ環境になるわけだから、うん、その中で切磋琢磨して乗り越えていくという、それで最後にそこまで幼児期、まあそれから児童期、10歳の壁からが児童期で身につけて、それでいよいよ最後につけるたくましさっていうのは社会人になった時っていう、はい、で幼児期児童期からこう鍛え上げてきたたくましさっていうのは、でも中学以降がその青年期とかそのあたりなんで、じゃあ4段階ぐらいなのかな、そうですね、うん、幼児期と、まあ、まあ大学っていうのもあるけど、はい、まあ、そこは人それぞれだから乗り越える、はい、もう終わっちゃった人もいるけど、はい、で最後が社会人、うん、社会人、うん、で社会人になって今度は自分で自立をして、もうね親に頼ることなく解決できる能力っていうのを身につけるんじゃないかなと思いますね、はい、でこのプロセスがうまくいかないと小学校で学校行かなくなっちゃったり、中高で勉強の仕方がわからなくなったり、社会人になって人とのコミュニケーションがこう取れなくなったりするっていう、そういう意味でも親の子供への育て方っていうのは、ただねよしよししてご飯食べさせてっていうんじゃなくて、そういうこうね親だからこそできるんであって、それは片親であろうが両親揃ってようが、うん、私条件同じだと思うんですよね。どっちもともかく親が 子供を育てるっていうのは、こう将来社会に出た時に自分で生活ができるように持っていくっていうことが、うん、ずっと親が隣にいるわけでもないですからね。そうですね。その時に自分で何でも乗り越えられるかっていうことですね、うん、だからフレンドリーでも、うん、まあ幼児教うちのなんていうのお預かりっていうのは、一応幼児教室、小学生のお預かりは幼児教室の卒業生っていうことに限定してるんですね、まあ、小学校受験をもうね頑張って乗り越えた子たち、頑張って乗り越えた子と、うん、またはまあ編入の試験も最近チャレンジした子ね、チャレンジした子でも、そう、それでも別に幼児教室は通過はしてないんですけれども、うん、でも本当に燃え尽き症候群になるぐらいに頑張って、うーんと頑張って、ね、頑張って頑張って今2人成功してるんですけど、うん、はい、でそういうふうにこうした子たち、これもやっぱり私から見たら編入の子でも来た時と比べたら全然たくましくなってるし、そうやってたくましくなってる子を小学校で私たちは引き受けて第2段階へと、うん、でも本当にそれこそ幼児期のたくましさを備えた子どもたち同士の交流ということは、そのすごいいい関わりなんだろうなって思います、うん、すごいですよ、うん、だからみんなタフっていう、タフですね、うん、だから2月の終わりまでにワークを仕上げなきゃいけないって言ったら本当に頑張ってやってるし、うん、それで今度3月になって、まあ次年度に向けてね、あとね、うん、1ヶ月で1年生になったりみんな学年が上がっていくと、でそうやりながら今年も6年生2人巣立っていったんですけど、はい、お見事でしたよね。もう自分で勉強しますよね、あの人たちね、いろいろあったんですけどね、そう、いろいろあったんですけど、
今年も6年生は無事に出せたなっていう、うん、やっぱ表情がしっかりするね、うんうん、もう今度は自分たちがあの後輩を面倒見ていくよみたいな、うん、あれがあって、ね、そうちゃんとねしっかりプロセスさえ踏んでいけば順繰りにちゃんと回っていけるもんだし、 それができなかったらいつまでも言い方悪いけどふにゃふにゃな子ができてしまうと、そう、うん、それはやっぱり一番子供にとってだん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 親から離れていくに従って、うん、そういう子供たちってもう不安で不安で不安で自分がないようなもんですもんね。そう、うん、そういう子供になるかもういよいよ自分たちはやっていくぞっていう独立していくか、うん、もうこの2つは親の育て方にかかってるなと私は思います。もうバツ様と親だけど最後そう考えるともう幼児期のスタートラインでもう分岐が始まってると思うと恐ろしいですね。楽しく、一番の入り口がね、楽しく幼児教室をやってる人と、うん、もうだん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 自分が試験が迫ってくると、うん、だからやっぱり楽しい学校に入るためには頑張るんだっていう一のこと、ね、最後はみんなすごいですよね、うん、お預かり勉強なんていうのは別に私は来いとは言わないんですけど子供がなんか来ないと自分は遅れていくような気がするし、まあ試験も近いということを考えて自分で努力して自分で来ると言って ね、あんな幼児ですけどね、うん、なんか最近すごい思いますね。まあ編入の子もそうなんだけど、うん、こんなに自覚ないのかなと来た当初思っても最後はみんなすごいですよね、うん、気合入って試験受けに行くからちゃんとねその自覚の部分が芽生えれば強い、ね、本当に強い、うん、だから今の今度新1年生になる子たちは本当に試験の10月11月までピリピリした顔してもうキリッキリッとした顔したけど、うん、まあ終わるとね終わると今は普通に戻っており、はい、でもそれでいいですよね、うん、そうなんです、うん、やりきったっていう経験が残りますから、うん、4月から今度は新しい学校生活を始めるにあたってはまあちょっとそういうやりきったっていうこう余韻に浸ってるのもまあいいかなと思ってますね、うん、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では教室からのお知らせです。西荻フレンドですけどもうすぐですね、日本橋の、個別セミナー現在も受付をしていれば3月22日金曜日来週の金曜日ですね。まだ、空きがあるようです。ホームページで詳細ぜひご覧になってください。せっかくの機会ですからね。絶対お得だと思いますよ、はい、よそでは聞けない話を聞けるし、はい、やっぱりどういう学校が世の中にはあるかっていうことを、うんうん、結構あまりにも知らなさすぎるかなっていう、はい、でこんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけど、しんすけさんって意外とお人よしなので何でも言っちゃ教えてくれますよ。そうですね、はい、何でも言いますよね、はい、そこまで言っちゃダメとかいうこともね結構教えてくれちゃうので何でも聞いてください。ぜひねこんな、はい、得なことはないと思うので、うん、お待ちしております。はい、お待ちしております、はい、あとは子育て幼児教育相談会なども受付をしておりますのでぜひぜひお申し込みください。ごめんなさい画面が固まっちゃいましたね。申し込みください。あと体験授業もぜひぜひ、はい、連絡先です。電話番号0333900750番、メールアドレスはご覧の通りです。はい、こちらのチャンネルでは引き続き小学校受験をはじめとしていろいろなテーマでお話をしてまいります。皆様からの悩み疑問質問もぜひ、コメントなどでお寄せください。 YouTube の中でお答えしていきます、はい、チャンネル登録や高評価もお願いします。はい、お願いします、はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。